ご無理をなさらず。そうも甘えていられないさ。俺はもう決めたんだからな。今度こそ君のことを守り抜くと。アッシー様、きついでしょ。本当のところはやめたいでしょ。だってあなたたち賞味もうどうにもならないもの。こんな見た目だけどこの家業は長くやってるから勝ち負けの際ってシビアに見えちゃうのよね。あなたたちはどこかの勢力に必ず敗北して捕らえられる。まずはそこを認めなさい。勝敗をどうこうする段階ならもうとっくに終わっているから。はい、それで大事な問題はここからね。どこに投降するのか、そこは決して間違えちゃダメよ。身を預けるなら少しでも扱いがいい陣営、安全が保証された陣営に。要は条件選びってわけ。言っておくけど、これ特別な絶望でも何でもないのよ。ここは戦場で、これは戦争なんだから。誰かが勝つし、誰かが負けるのは当たり前でしょ。だったら、負けるべき時には負けていいし、勝てないと分かれば諦めるべきよ。恥でも何でも生きあがいて、命を優先してもいいじゃない。生きていくっていうのはね、そんな一発勝負が全てじゃないの。ガシン昇誕、次のいつかに勝てるよう頑張り直せばいいじゃない。お姉さんそう思うな。だからうちにいらっしゃい。レインちゃんも喜ぶし、悪いようにはしないわよ。何より私二人のことが結構好きなんだからね。悪いが、それはできません。はい、受け入れかねます、アリス様。あら、どうして？これは、俺がこの手で決着をつけなきゃならないことだから。ギルベルトの野望に巻き込まれた犠牲者として、心ならずも、奴の計画に血肉を捧げてしまった者として、世の明るみには出してはいけないものがあります。あれだけは闇に必ず葬らないと。私にもまた義務があります。これ以上あの方に宿命を背負わせるわけにはいきませんので、身に余るほど巨大な定めから心を解き放ってあげたいのです。あの頃私がアッシュ様に救われたように。次はきっとあいつにも手が伸びる。あなたにとっても大事なはずの彼女に。だからそのクソったれな運命はここで絶対食い止める。なおさら叩きのめして力ずくで奪ってあげる。その方が逆に諦めがつくというか、あなたたちのプライドも保たれるでしょ。これでも私は姉だもの。そっちの覚悟より家族の願いを優先するのは当然じゃない。あの子のことなら心配無用。この先何があろうとも私が守ってみせるから。
成せよ、天に描いた精神を。我らはきらめく流れ星。配信の QI など知らない、見えない、聞こえない、無垢で可憐な少女の体に男の欲は重すぎる。魅了しながら抱かれるまで魔女の怒りを買うだけなの。あなたはそれにも気づかない。いつまで子供でいるつもり。波のように並ぶ嫉妬、さあ毒薬は垂らされた。心せよ、これより汝は半人半物。ただれて汚れた美の残骸、輝く浜辺は過去の。悲劇を彩る渦潮として、船乗りたちを誘いましょう。ようこそ涙の深海へ。メタルノブ、ベノムハック、アビシェルスキュラさあ波打ち際で溺れなさい。何をしている！
ばにいさせてほしいと言いました。だからそうしているだけなのです。あなたの目に今の私はさぞ現実が見えない愚者と映っているのでしょうね。けれど私とてこのままでは力及ばず破れるだろうことは理解しているのですよ。その先には二人にとって不本意な結末が待っているだろうことも。なのになぜでしょう、アヤが絶望していないのです。あなたといるとどうしてかなんとかなると思えてしまう。それはきっと心の底から疑えないからでしょう。あなたと一緒にいる限りいつも自分にとって素晴らしいことが起こるはずだと。実際あれだけの悲劇があってもなおまた出会うことができましたし、だから私は決して心配などできないのです。ああ今だって溢れるほどの幸せを感じてしまっているんですから。こんなにも最悪な時だというのに、あなたのそばにいるだけで。知らぬ誰かのためじゃなく、世を救うハイペリオンなんかじゃなく、俺はこの世でただ一人の君のための英雄になろう。小さな一人の男として、他の誰でもないたった一人の君を守ろう。こんな俺を救い出してくれた君だけのために、もう一度再び空に羽ばたこう。メタルノマ、マークライド、ペルセウス。
決着をつけよう。アリスさん。なるほど、アシュのラブ覚醒、いいもの見せてもらっちゃったわ。でもね、一緒にいろいろ見えたわよ。要するにそれだけ。弱いってことでしょ。寝てろ。